皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志英傑伝続きやっていきましょう。さあ行に逃れてきましたね。でまずは袁紹さんと会話します。劉備殿よくこらえた、曹操に痛めつけられたそうじゃな。しかしここまで来れば安心じゃと。わしも曹操の最近の態度は気になっていたのじゃと。ここでまず英気を養われ、共に曹操を打ち果たそうではないかということですね。ということで関東の戦いの方に入ります。劉備は曹操の元から紀州の行へ逃れた。紀州を治める袁紹は曹操よりも強大な兵力を保有していた。その力を背景に曹操との決戦を決意した。曹操は袁紹に比べ寡兵ながらもこれに対抗、寡黙の寡ですよね、貨幣にて大軍をなんだっけなんとかっていうねことわざもありますよね確か。でまあ両者は関東で大激突したと。はい、まずはここですね、お家というか邸宅ですね。劉備は孫権美塾とともに行の邸宅を借り、そこで毎日を過ごしていたと。関羽張飛の所在は未だつかめず、悶々とした日々が続いていたと。袁紹殿から急死が参りまして、すぐ白馬城に来るようにとのことですと。しかし関羽張飛が見つかっていない、今はそれどころではない、気になって仕方がないのだ。お気持ちはわかりますがね、殿、そんなに気になるのでしたら私が関羽殿と張飛殿を探しましょうとね。はい、で美塾さんでかけます。で、劉備さんは白馬城へ。はい、実はこれちょっとや、正直言うとやり直しです。白馬城へねまず向かいますね。はい、入ります。入るとこう修羅場の音楽になるんですね。劉備か、うん、よく来れたものだ。もう殿がついでないですね。まずふん、よくここ、よくここに顔を出せたものだと。一体どういうことなのですと。修羅場くれよって、お前の部下の関羽が我が軍の官僚を殺したそうではないかと。それは本当に関羽だったのですか。わしの部下が、敵の武将は長いひげを生やしたやつだと言っておる。まさしく関羽の顔ではないかと。さて秋様、曹操と内通しておったな。さあ内通していたことは認めるな。顔料を殺したのは関羽なのだろうと。これ認めちゃうと殺されるんで関羽ではありませんと。何、関羽ではないだと。とはい、第一私は関羽が生きているかどうかも知りません。それに長いひげというだけでそれが関羽とは限りますまいと。うむ、そう言われればそうだな、関羽に似ている武将かもしれんな。いや、劉備殿がつくんですよね。ここで短気を起こして失礼したということですね。で遠いところすまなかった、行に帰ってゆっくりしてくれということですね。でまた曲が戻ると、まあここにね後に義で活躍する長江さんとかいらっしゃるんですけどね。はい、ということでまた行に帰ります。まあ場面的にはね、顔料さん、文秀さんね、やられちゃうわけなんですけど、関羽さんにね。関羽さんは関羽さんでね、まあ、わけあって曹操軍に投降するわけなんですけどね。殿、お喜びくださいとね、消息不明だった関羽と美方がたった今参りましたと。殿、お久しぶりでございます。我らもあの戦闘で命からがらに、逃げ、殿の噂を聞いてここまで来ましたと。殿、やっと会えましたな。ところで関羽殿はおられますかと。いや、あのあと消息がわからないのだとね。そうですか。いや、こちらに来る途中、曹操軍の中に関羽殿らしき人物を見たのですと。まさかとは思ったのですが、そうするとあれが関羽殿という可能性は十分にありますなと。うーむ、では先ほどの袁紹の話本当かもしれんなと。え、何のことですと。いや、実は今袁紹に殺されかけたとね。それというのも関羽にいた武将に顔料が討ち取られたというのだと。
なるほど。で、よくお咎めがありませんでしたなと。うむ、その場は何とか取り繕ったのだが、どういうことなのだろうと。顔料が殺された話といい、どうやらそれは関羽殿のような気がと。いや、私もはっきりとは見ることができなかったので確信はできないのですと。で、また使者が来ると。白馬の戦いにおいて文州殿が敵軍に討ち取られ、殿は行に帰ってまいりました。劉備殿の用があるのですぐに、行の会議場に来るようにとのことですとね。顔料に続いて今度は文州ですが、確かに文州は顔料より強いと聞きます。そのような武将を倒すことができるのはおそらく関羽しかいないかと。殿、おそらく袁紹殿の用途は前と同じく関羽殿に似た武将のことかと。そしてその武将は関羽殿でしょうとね。しかし関羽殿と認めてしまえば殿に、責任がかぶされてしまいますとね。ここは曹操の策謀ということにしてはとね。関羽殿も何か事情があって曹操に味方していると思われますと。ということで、はい、また修羅場の音楽ですね。現れようたなこの詐欺師め、今度こそ騙されんぞと。もうね、不定低いですね。劉備、貴様やはり曹操と内通しておったんだな。文書まで殺されたんだぞと。さあ認めろとね。髭の武将は関羽なのだなと。で、これは策謀ですというのをね選びます。曹操は私がこの陣にいることを知り、わざと関羽に顔料文書を打たせたものと思いますと。これは袁紹殿の手を借りて私を殺させようという曹操の策謀です。どうかお疑いを晴らされますようと。むむむ、確かに曹操は頭の切れる男。劉備殿すまぬ、あゆく曹操の剣に引っかかるところだったとね。で、宗樹さんがね、殿、劉備の口車に乗せられたとね。で、角斗さんもそうですね。まあ賢い人は大体そう言いますよね。そうです、このようなものの発言など信じることはできませんと。で、うるさいと、貴様らはわしに劉備殿を殺させるところであったんだぞと。無礼者二人とも下がれと。で、下がったらまた曲がね変わっちゃいますんでね、二度も疑っても仕訳ないとね。お屋敷に帰って休んでくださいということなので帰ります。あ、美塾さん帰ってきましたね。はい、ご存知でしょうか、関羽殿は曹操軍におりましたと。なんとか関羽殿と連絡が取れまして、関羽殿は今巨匠からこちらに向かっておりますと。それから張飛殿はここから南にある古城に山賊と一緒にいるそうですと。連絡が取れませんでしたと。はい、ということで、2人の消息が分かった以上ね、ここに留まることはございませんとね。袁紹殿の土地である徐南に向かうと称して、張飛のいる古城に参りましょうと。早速袁紹殿に頼んでこられてはということなので、徐南に行くね策を練ります。これだけで結構かかっちゃいますね。はい、実はこの曹操との戦いを有利に進める策略を考えついたんですと。してどんな策だとね。真正面からぶつかり合ったのではこちらも損害が大きくなります。そこで兵の一部を城南へ回し、曹操軍の背後を突くのですと。なるほど、それが成功すれば曹操軍は挟み撃ちに遭うということか。はい、つきましてはその役目私に仰せつけられますよと。劉備殿がと、なぜそのような面倒な役をわざわざやろうと思うんだ。顔に似た武将の件もございましたし、ここで汚名返上をしたいと思いましてと。なるほど、わしは劉備殿を信じておるが、部下の中にはまだ劉備殿を信用してない者もおるしのと。分かった、では、ぜひそうしてくれとね。はい、とこれで出かける名分が立ちましたので、はい、行きましょう。敵軍に襲われるとも限りません。部隊を編成してくださいということなので、劉備さん、あ、石頭はもう立ちたままでいいか。
と一個ね、誰の武器を渡そう。美穂さんかな。これね、打歩行を渡しとくのは、この打歩行を、ちょっとね、後で、加わる人に渡すためですね。で、今回はもう逃げの一手で行きますので、ボーナスが欲しいからね。さあ、いけるかどうかはまた分かんないけど。はい、では出発。ね、カクトさん、劉備に何も干渉をつけずに城南に行かせるつもりかと。そうだ、殿はなぜあのような男を信用するのかってね、ホウキさん。しかし曹操がいるとね、劉備が裏切ったとしても曹操に比べれば微々たるものを気にする必要はないだろうと。逃げたければ逃げるがいいさ、厄介払いもできたしなと。で、心配さんね、まず曹操を叩き、その上で劉備が裏切ったら殺すことにすればよかろうとね。それでは俺だけでも劉備を追う、俺は劉備が信用できんとね。あ、勝手にするがいいさとね。さあ、南の方に向かいます。劉備を追え、決して逃がすなとね。劉備の考えることなどをわしにはお見通ししようと。劉備逃げ切れると思うなよと。殿、あれはカクトの軍です。どうやら気づかれたらしいですなと。ここまで来て捕まるわけにはいきません。殿、とりあえず南西の砦まで逃げることにしましょう。あそこまで逃げ切ればさすがにカクトも手は出せないでしょうとね。で、張本さん出てきます。もあれは劉備様ではないか。これぞ天の導きに違いない。このようなところへ再会できるとは。何やら追われているようだ。よし、早速劉備様の加勢に参ろうと。はい、ということで、基本は2の条件を狙っていきます。南西の砦って言ってもね、ここまで逃げないといけないからね、結構遠いのは遠いんですけどね。あ、これね、ほぼ追いつかれちゃうんで、何回かやってみたんですけどね、正直。待ち受けてればね、多分
やられちゃいますんで、逃げ切ることもメインでね、やっていきます。まあそれが正しいかどうかね、まあもっと上手い人はやりくりできるんだろうけど、リホさんに当たってくるからね。うん、5ターン目に援軍が来ますそう、これがあったんでね、長江さんですね、よくぞ来てくれた、なんとしても劉備を捕らえるぞと。まあ経験値稼ぎですねこれは。あ、この策略、いやいや、めっちゃ食らうな、やっぱり。ちゃうかな、うん、あー、超過さんの方が来たね、うん、あー、これはやられる。
あやっぱりな、そっち来るな。うん、ああ、うん、まあしょうがないね。ああ、そっち狙おうか。ああ、きついな。
ままで使っときましょう。はい、おお、炸裂食らった。あー、やっぱりかな。まあ3人だけでも、うん、上がってくれたらそれでよしです。はい、OK。あ、反撃食らわないメンバーにだけ攻撃しましょう。武道家さんはやばいけどね。ちょっとでも経験値。ここで劉備を逃すはね、殿は大変な失敗をしてしまったぞと。はい、なんとか振り切りました。3人だけね、ボーナスポイントつきましたね。劉備さんもお久しぶりでございますとね、うむ、また、会えて私も嬉しい。それにしても趙雲、どうしてここへとね。高孫山殿が敗れ、私も浪人生活を送っておりました。そんな折古城の趙飛殿の噂を聞いたのですと。そこへ行けば劉備様に会えるかもしれないと思いまして。そうか、ところで関羽殿はご一緒ではないのですかと。うむ、それがっていうことで説明して、そうだったんですかと。何、今すぐでなくても、必ずカウントも会えるだろう。では、とりあえず張飛のところに行こうということですね。これからは私も劉備様の進化です。劉備様よろしくお願いしますと。ありがたいね。ということで、ちょっと長くなりましたけど、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。